佃川支線は東京都中央区佃一丁目を流域とする川。なお、県村しない佃川についても本校で述べる。佃堀から佃川支線へ向けて撮影された写真。中央を流れる川が佃川支線で、それをまたぐ朱塗りの欄干の橋が佃小橋。背後の超高層マンション群は大川端リバーシティ21。逆 L 字型の掘割である。 墨田川への入り口には、道地の氏神として知られる、墨吉神社の名にちなんだ、墨吉水門が建てられ、また墨吉小橋、筑田小橋が架けられている。行き止まり部分は、筑田堀である。この他にも、筑田川支線の一部は、墨吉神社の三年に一度の霊祭寺に建てられる、大登りの竿や台座となる、高駅と呼ばれる巨大な木材を埋設する場所となっている。 この木材は3年に一度の零祭ごとに、現在の筑田一丁目の男子のみで構成される、筑田住吉港の人々によって掘り起こされている。筑田川支線の終端部である筑田堀。筑田堀の奥にある緑色の橋が、筑田川の後にある新月立橋。筑田川支線は、もともとは、筑田川という川の支線である。筑田川は、 東京都中央区の佃と月島の間を流れていた川である。佃川には三つの橋梁がかかっていて、佃と月島を結んでいた。佃大橋が完成すると、佃川の初見橋から、隅田川川は埋め立てられた。この際に、三つの橋梁も合わせて廃止された。この時、佃川の佃川にある支線である佃川支線は、残され、 現在の逆 L 字型の掘割の様相となった。この時に佃川支線の終端部となったのが佃堀である。その後、浅潮大橋の完成により、佃川の初見橋から浅潮運河川も埋め立てられ、佃川は姿を消した。佃川の埋め立てにより、佃と月島は地続きとなった。現在、佃川の跡地の全区間の上空には、 佃大橋通りの新月陸橋がある。前日の通り、住吉神社の高駅が昔から埋設されている。墨田川の水質向上に伴い、同志船の水質も向上した。その結果、ボラハゼカレイエビカニなど多くの生物が生息し始めた。佃島漁業共同組合を中心とする漁師の船が数艘を停泊しており、 下町情緒を今に残す地域として注目されている。町名は当時のもの。ありがとうございます。